江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、結構の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。今回はですね、こちらの動画は後編になります。今日は前編もございますので、もしよろしければご覧ください。はい、それではね、行きたいと思います。こちら OECD 諸国の中で唯一警告だけが経験するこの現象ということでね、興味深いタイトルですね。はい、お金絡みかな。ちょっと見ていきましょう。今第二四半期末までに統計が取れていますが、警告の国家総負債は、家計、企業、政府の3パートを合わせて5956兆ですと。今年末基準では明らかに6000兆を超えていくと。ほうほうほう。まあ、多いよって言いたいんだね。家計、企業、政府の合計か。どれがどれってわけじゃないかな。で、これで、1年間で国家負債が増えたのが OECD31 カ国のうち、韓国が唯一です。おめでとう。新興国、ブラジルとか中国とか、それらの国々まで、全部は含めれば44カ国中、中国の次に韓国が早いです。おめでとう。まあそうなんだね、大変だね。まあこんな感じですね。まあそれだけはい、次。これはちょっと日本も関係ある、どちらかというと結構ガチネタな話題なんですけど、中国のコメント操作ですね。これ誤毛とかね、よく、まあ日本でも、ありますけれどもね。これがですね、まあ警告の、まあ警察関係の大学かな、の教授がですね、教授研究チームがですね、公表したんですよ。ちょっと今日、まあ、これちょっと正直日本も関係ある話なんで、見ていきたいと思います。後でですね、全文翻訳映しますんで、もしよろしかったら、動画を止めて見ていただければと思いますけれども、中国が国内最大のポータルサイトネイバーで組織的に繰り広げるコメント工作が数値で確認されたと。国内安全保障機関研究チームの分析結果、コメントは主に中国優越主義や、韓国髭などに焦点を当てたと。地域、世代、男女葛藤を助長する文も多数発見されたと。今月9月から11月にのみ、少なくとも3万件を超えると集計された。国内世論を分けて民心に影響を及ぼすため、中国が無差別にオンライン空間を掘り下げている。ちょっとよくわかんない。国家情報院も問題の深刻性を認識して状況を注視しているという。はい。で、こちら詳しい内容なんですけども、ユン・ミンユ科学大、警察安保学科教授研究チームは21日、ネイバーのニュースコメントをビッグデータ分析技術であるクロールで、確認した結果、中国の組織的なコメント活動で疑われる動きを多数補足したことを明らかにした。分析は9月から11月までね、中国と外交関連のメディア記事が書いたコメントを対象に行われた。で、研究チームは中国優越主義、韓国髭、韓米韓日関係批判、葛藤助長性格のコメントをつけている50以上のアカウントを補足した。これらのアカウントは米国国務省グローバル関与センターと、欧州連合対外関係庁が、海外発虚偽捜査情報を追跡しながら提示した中国影響力工作アカウントの特徴を示したと。要はアメリカとヨーロッパが、まあこんな事例がありますよというふうな、まあ特徴を表したんですね。それと合致しているということになります。一般的にはアカウント名をつけるときに中国のピンイン、または誤報が反映されている場合が多いと。ピンインっていうのは中国のなんだっけ？なんか言葉だよね。で、作成文中にはコロナ19、アメリカ起源説などが必ず含まれており、カスタムエラーが一貫して繰り返し現れ、ちょっとこれわかんないな。コメントに中国語が混ざった場合などがあるということだと。
これらのアカウントはまたサイバー空間で影響力を育てるためにお互いにいいねを押す面も示したということになります。はぁ。で、どういうコメントがあったのか。発音記号か。ピンイン。で、コメント内容は主に中国優越主義を流布し、韓国を卑下しようとする目的が目立ったということで。で、一例としてはですね、この、慶福宮は中国文明の一産。間違いかこれ。わかんないけど。はい。というね、コメントがあったりとか、あとですね、アンジュコンは殺人者、伊藤という人を殺して、慶国が滅亡したという文をつけたと。はあ、別に、そうだね。あれあとは、こちらなんですけども、バンクですね。サイバー外交団体はナチスのような国粋主義集団というふうになコメントを残してるんですね。うん、せやな。あれ一般人たちの自発的にコメント作成と見るのは難しいと。ユン教授は海外で確認された中国の影響力活動とほぼ同じ内容と写真などがハングルで、作成されて流布されているなど、組織的介入なしには考えにくいと。で、ユン教授は今回の研究結果は中国が国内政策決定を難しくし、自分たちに有利な世論を造成するためにニュースコメントと SNS での影響力工作を行っているということだとし、これを防ぐための法令及び組織作りが緊急と指摘したということでございます。はい。というね、記事でした。実はまあ、記事の方はもっと長いんでね、こちら、もしよろしければ、動画を止めてご覧いただければと思います。はい。じゃあ次。これ、ずら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 。はい。こんな感じね。で、まだまだありますよ。ずる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 。はい。こんな感じ。うん。国粋主義。ありますね。はい。まだありますよ。ずるずるずる。こんな感じ。女の子が政権を取れば国が奈落する。渓谷の女性は豚のように食べるだけで運動は絶対しない。男女葛藤をあえて煽るような言葉だね。もうちょっと上手いこと言える。整形ばっかりとかさ。はい。こんな感じ。で、最後ですね。こんな感じ。はい。ということでね。じゃあ次行きます。ポン。次はですね、渓谷国内の、まあ、ちょっとドキュンな話なんですけども、いたずら、クリスマスに駐車場を開けてほしいという教会、住民は崩れた。怒ってんのかな。こちらはですね、まあ、クリスマス教会といえばミサとかなんかイベントがあるじゃないですか。だから、まあ、教会と同じところに住んでいる、まあ、だからテナントとして教会が入ってるんでしょうな。で、住人もいるわけですよ。で、その、まあ、建物の専用駐車場があるわけ、専用っていうか、その建物の住民用の駐車場があるわけですね。で、その教会が、クリスマスにイベントがあるんで、駐車場開けろって言ってるんですよ。住人に対して。しかもなんか手土産つけて。ドアノブにですね、なんかお土産っていうかなんか、粗品と一緒にこういう風にポストイットが貼ってあって、クリスマスにイベントがあるから駐車場開けてほしいと。まあすげえ、丁寧な言い方ですよ。丁寧な言い方で開けていただけるとありがたいみたいな感じでね、書いてあるんですって。で、これに対して住民が、何言ってんだと。それは、イベントに来る人に対して公共交通機関を使ってくださいっていう方が筋だろ。ということでね、ちょっと盛り上がっているという話でございました。まあ、せやなって感じなんですけども。はい。じゃあ次。じゃあ今日の一枚いきたいと思います。渓谷さんですね。まあ、渓谷さんもかな。最強寒波。日本では最強寒波ということでね。
結構ね、日本海側を中心に大雪が降っておりますけど、渓谷さんは全域で、雪が降ってますね。最強寒波、北極寒波ですよ。で、そんな中ですね、まあ、チェジュも、南なのにチェジュが結構ひどいんですよね。で、こんなやつが現れましたよ。まあ、ポン。まあ、まあ、想像できるよね。まあ、タイトルにスキーって書いてあるからね。はい。まあ、こんな感じでね。で、危ないよってね。早く車道からどきなさいとかって周りの人が言ってんだけど、本人は気持ちよく、シャッシャッシャッって、どっか行っちゃったっていう話でした。はい。それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。